というわけでですね、あの、おそのさんスタイルというか、こういう人、えー、何しか、違うな、もののけ姫のあの、鉄作りのとこでこういう人たち出てきたよなっていう感じなんですけれども、えー、モーニングルーティーンがで、ね、も本当にここ数日のめちゃめちゃ意識が高くて、人生で一番素敵なモーニングルーティーンを、まあ、ここ2、3日ですね、 送っております。なんか、生理前で、やばい。なんか、調子が悪くなりそう。病みそう。みたいなのとか、がね、なんか、それを感じ取れるようになりました。30歳になるところで。うわ、やばいと思って、なんか、この、体、こう、調子が崩れる前に、 崩れるることを惑わせる体に、えー、筋トレをしてみたりランニングをしてみたりなんかモヤモヤするなって時は神社に行ってパーンってやってあのなんかこう邪気払いみたいなのをしたりとかあとサウナですねサウナは本当に全部忘れるから本当にサウナは最高ですっていう感じでえー、整理前ルーティーンみたいな感じですね送っておりますでもね 5時にとか5時半今日は6時ともう寝てるほら寝てんのよもう夜何も持たない持たない夜まで持たないいや夕方に仕事が終わってそのままご飯食べてもうめっちゃお腹すいたって思ってご飯食べてでダラダラしちゃってあ夜です今っていう感じになるのでまあでもね夜はもう起きてたって何にもいいことないので 夜はろくなこと考えないのでもうさっさと朝になっていただいてさっさと週末を迎えてっていう感じで過ごしていきたいなと思いますあそうでラーニングが本当にすごくてあちゃう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 あのあれなの今日夏至でなんか今さ一番日が長いってやつでしょなんかそれもあるんじゃないかなって思ったなんか一番日が長いからそこに向けてすごい元気な3日間くらいを過ごして ここからあと冬なんでね、もう下がっていくだけっていう感じなんですけれども、それもあるんじゃないかなと思いました。もうとってもねお風呂がありたいけどめんどくさい。<laughs> ということで、私とモーニングルーティーン、あの、本当にこれが一生続けばいいけど、でも夏だね。続いて夏だね。もう、お盆くらいまでかな、できて。うわあそこまで続けらんなそう。 お盆とかまでやれたらやってもうそこまでランニング続けてたらもう絶対私の腹はバッキバキもう腹筋バッキバキになってると思うしこのままランニング続けていや東京マラソンとか出たやないの1回出たことあるの私これ本当にあの80歳まで自慢し続けようと思ってることは東京マラソン完走しましたっていうことなの。 でその時に5キロ走ったら40キロ走れたから、5キロ、練習でね、5キロ走ってたの。そしたら40キロ走れたの。だから、それはやりたい。ランニング5キロ、今もね、1キロか2キロくらいでもう全然無理なんだけど、それを5キロまで伸ばして冬あ、冬の、冬のあたりとかに東京マラソン応募して、東京マラソン出たいなっていう感じですね。 ということで、安マホコの、えー、生理前30歳モーニングルーティン、人生で一番素敵なモーニング、モーニングでした。それでは、またねー。